メイ・ウィッティは、リバプール出身のイングランドの女優。メイ・ホイッティと表記されることもある。女優として、史上初めて、大英帝国勲章デームコマンダーを受賞した。そのため、デームを冠して、名前が表記されることが多い。1865年に、リバプールで、新聞編集者、ウィリアム・アルフレッド・ウィッティと、その妻メアリール・ルイザー・シュトンとの間に生まれる。 1881年に地元の舞台に立ち女優としてデビュー。翌年にはロンドンの舞台に立つ。1892年に俳優ベン・ウェブスターと結婚。1895年にアメリカに渡りブロードウェイの舞台に立つ。1905年にアメリカで娘マーガレットを出産。1914年にイギリスのサイレント映画イノックアーデンで映画デビュー。 その後、数本のサイレント映画に出演。1918年に女優として、史上初めて大英帝国勲章デイムコマンダーを受賞。1937年に、夜は必ず来るでハリウッドデビュー。同作で第10回アカデミー賞の助演女優賞にノミネートされる。その後、ハリウッド映画の脇役として様々な作品に出演。1942年の ミニバー夫人で第15回アカデミー賞の助演女優賞にノミネート。1948年にガンデ死去。ありがとうございます。